野村尊敬は、日本の実業家、父安第五代社長、元会長、元サッカー選手、元日本サッカー協会副会長、広島県出身。広島大学附属高等学校では、フルバックとして、同級生の桑田隆行、一年後輩の小木徳たち、桑原学の溝手県生、船本幸次らと選手権、国体で共に準優勝。その後は瀬田大学、 第二小学部へ進学。同級生の松本育を、桑田隆之、二つ下の二村昭夫、森孝治、三つ下の鎌本国主らと共に、同大学足機集級部の黄金期を作った。在学中の1963年には、日立本社を三のゼロで破り、早稲田二26年ぶりの天皇杯制覇に貢献。1964年卒業後、父安乳業に入社。 専務取締役、副社長を経て1996年、父安第5代社長に就任。2005年、不審のレジャー事業のため多額の負債を抱えることとなり、投資ファンド運営会社である、クレセントパートナーズから出資を受け、不審のレジャー事業を切り離し、本業である、入業事業を承継するための新会社を設立することになり、経営から離れ、父安会長に就任。 日本サッカー名宿会野村尊敬リーダーシップ論ありがとうございます